団はアニメガンダムシリーズの誰もが大好きなキャラクターの一人です。カミーユの声を担当するのは1980年代を代表する声優飛田信夫さんです。こんなちっちゃい頃に会っています。いろいろあったんだろうと思うけど、あるんだろうと思うけど、ゴーノサブローとしても知られる。彼は1982年にアニメサイボットロボッチのボブとして声優としてのキャリアをスタートしました。彼には40年以上の声優経験があります。その経験の一部をご紹介します。あなたがもう少しレコアさんに優しくしていたら、あんなことにはならなかったんです。わかりますか？機動戦士ゼータガンダム神指弾。ああ、それじゃあ末吉公園に行けばいいんだね。ありがとう。エンジェル伝説北野誠一郎。違うね、私は人間だ。人間が人間たらしめているものはただ一つ。ヘルシング少佐。これはよかった。実にね、入院されたと聞き心配でお見舞いに伺ったのですが。ゲットバッカーズ赤羽クロード。相変わらず口からゲロゲロとキモいやつだな。バルト絶。もし私から逃げ切ることができれば、私はおとなしく引き下がりますぞ。バルト、ウェビス。ありがやろ、すごいが分かっちゅう。ち、海が聞こえる森崎拓。あるというものだ、見せかけばかりでなく本当にこのシオンと対等になったのか試してやるぞ。どうこう聖闘士聖夜セインティア賞シオン。影の薄いやつっている、はあ、さっきの透明になる能力なんてな。ハンターハンターメレオロン。森へ引け、頭山盗賊団、あいつに関わる意味はねえだ。ワンピースアシュラ童子。私の学級委員としての立場が失われるかもしれません。今までのアピールの仕方ではズバリ手ぬるいでしょう。ちびまる子ちゃんマルオスエオ。お前たちに助けられたな、アバよ。騒がせて悪かった。サイボーグ009アルベルト・ハインリヒ。彼はまた次のようにいくつかのビデオゲームキャラクターの声を演じました。ラバナスタ市民秘書君、帝国が憎いか、この私を憎んでいるか。ファイナルファンタジー12ベイン・カルダス・ソリドール。レッツパーリーっと洒落込むかの。ストリートファイター V ゼクー。山頂ホームの名を覚えておるか。フェイトグランドオーダードンキホーテ。時間の関係で見逃したボイスキャラクターは他にもたくさんありますので、今回はここでやめておきます。飛田信夫のお気に入りのキャラクターを下のコメント欄で教えてください。飛田信夫は特に1980年代からアニメを見始めた人にとっては間違いなく有名な声優です。現在も声優として活躍し続けています。私たちは彼の才能と功績がより多くのキャラクターに命を吹き込むと信じています。